一度掴んだハートは離さない。 Represent 福岡マリカとサイビアエストラハンドラ EAK ここ九州から全土に響かすメロディー Week of Freak。皆さんこんばんは。福岡集まり方スタイルコールスループフリークです。フリークリーダー佐賀県出身サトルです。大地です。ゆうきです。元気です。はい、今日は久しぶりに4人ではいはい行ってきたいと思います。うん、最近2人で2人ずつで週2人で週5でしてかむねバンバンいきなりやん2人で週5体でやってたんですけど、ちょっと自習期間、いや自粛期間中だったんで、はい、ちょっとあんまりこう3人以上4人とか集まるのね避けてたんですね。4密はちょっと危ないですからとか言いながら毎週配信とかやってるんですけど、それ、まあ、なるべく人混みは避けてきたということで、はい、でも今日は久しぶりに4人ということで、はい、はい、おめでとうございますということで、おめでとうございます。福岡もね、緊急事態宣言は解除されましたけども、はい、まだまだ依然と自粛は必要ですよ、うん、まあ、そうですね、第2波が韓国などではドイツとかね、クラブで100人ぐらいのクラスターがね、そうそう発生しまして、だけでね、このね、この緊急事態解除されたけどね、人がバーって歩くとまたちょっと危ない感じになるんで、そうそうそう、ちょっとそこはちょっと気使いながら、そう、うん、危機感持ちながらね、生活していただければなと思いますと、はい、いうことで、今日もね、番組に届いたメッセージを紹介していきます。はい、はい、ラジオネームワンパターンなサイクルということで、はい、これ今全部詰まってますね、このそうね、フレーズに、フリークの皆さん、フリークのみんな、こんばんは。こんばんは。はい、私の旦那様は単身赴任で広島に住んでいますと。ゴールデンウィークに帰ってくる予定でしたが、コロナで帰ってこれませんでした。はい、あ、そうか、そうですね。コロナになったわけではなく、県を越えての自粛からやめたようですと。なるほど、なるほどね。はい、普段は仕事が忙しいようですが、ゴールデンウィークは休みだったようで、ゆっくり家で過ごしたようです。なるほど。コロナ早く終わりますようにと。はい。ああ、はい、痛かったですよね、それは。この前ニュースで見たんですけど、コロナはなんかなくならないっていうニュースがあってましたね。あ、俺も見た。てかワクチンが多分 WHO の、ね、はい、だからインフルエンザみたいな感じで、あ、そう、絶対そう、毎年多分、あ、じゃあそれと付き合っていくと、うん、そうですね、ワクチンが発明されて、うん、それを使うってことですよね。なるほど、怖いですね。うん、共に付き合おう、生きていこう、まあそうですね、どうやって向き合っていくか、危機感持ちながらと、うん、それしか言わない。いやでも本当そうっすよね。いや、なんもでもなんかあれでしょ、だってライブとかもなんか50人以上のあれはとかでしょ、最初は。ああ、最初は。いや、50人でも怖いよね。そうね、50人だったら、ね、どの規模の会場に対して。いや、分からんけど、いや、その大きいとこは分からんよ。だって夏のペイペイドームで50人。いや、夏のフェスとかだって結構なりようやん。だ、さすがにあんだけ人が集まるときはさ、だって韓国のクラブもだって何千人おって、あれやろ、100人何千人かおったらしいです、その会場に。ああ、そうなんだ。で、そのおる、そこにクラブにおったって人に、全員に連絡しようとして、なんか2000人ぐらい確認取れたみたいな。やばっ、やばいよね。バレ大変やない？すごいね、それ。大変。待って、それ、ペイペイドームとか、そのスタジアム系で50人やったら、リアルにサッカーの配置ぐらいの感覚やん。そうね、ああ、そうそう、だから、ワードミッドフィール場所にはよるよ。それは場所にはよるよ。大赤字やろ、そんなペイペイドームで50人。そうそうそう、キックオフの時ぐらいは真ん中に2人集まるね。でもやってるよね、韓国プロ野球とか、あ、台湾か、うん、めっちゃ人離れて、なんか、リスクの高いライブするかな、まあ、じゃあホームランがさ、入っ、うん、スタンドに入った時とかさ、うん、本当全然取れんよね、ガーンってみんな走って取り返す。だからワクチンができるまでは多分そういう状況続くんじゃない？続くね、やっぱりこればっかりは。うん、まあね、そもそも会いたい人に会えなくなるっていうのはね、ちょっと今ね、ちょっと会えない人多いかもしれないですけど、うんうん、もうちょっとね、危機感持って我慢して、はい、すれば会えるんじゃないかなと、はい、うん、まあ今は今を楽しむということですね。そうね、まあ今の楽しみ方をね、見つけるということですね。うん、はい、ということで、はい、ここで一曲聴いていただきたいんですけども、はい、今日はあの曲を、はい、どの曲や、はい、今を楽しむやつ、はい、了解しました。なるほどね。それでは一曲聴いてください。フリークで Feel the Moment。一秒先が見えない世界でもなぜか迷いはない。厳しく返せない、踏み込んだならもう俺にはそれしかない。愛を些細なものに蓋をして、愛を一気自由 No 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 Feel the moment alright さらけ出せ、そこからさ
何が何でも掴みたい、yeah. 何言われても I don't care、yeah. 選んだ道勝つまでやる I will be 掲げる flag Feel the moment, feel the moment 下を向くにはまだ早い Feel the moment, feel the moment やりたいことをやればいい好き Give me all the life I can't know you play the game行きます go your own way Oh wake up, oh make up My 目があるなら Love you 染めしないで何回でも try again Oh 限界はないか Not take up 超えてやれ遅くはないさ Yeah, yeah. 何が何でも掴みたい yeah, yeah. 何言われても I don't care yeah, yeah. 選んだ道勝つまでやる I will be 掲げる flag Feel the moment, feel the moment下を向くにはまだ早い Feel the moment, feel the moment やりたいことをやればいい好き駆け合う life 負けるなら you play the game anyway keep running Feel the moment, feel the moment 従うだけ myself まだ遥か先にあるとぜスローダンしてる気がしてロンウェイ今にもほどけそうな前このまま終わらせたくない Yeah, yeah Don't be afraid, it's gonna make it Don't be afraid, I'm only gonna make it どうしても消えることのない思いの丈踏み鳴らせお送りしているのはフリークでフリーザモーメントですはい、我々フリーク、5月は特に告知がございませんということでそうですね私個人的にね、ソロの EP をね、5月9日に出しましたはい、はい、ぜひね、伊藤祐樹で検索すると出てきますので聞いてください、はいはい、なんかいい感じらしいじゃないですか、はい、いい感じでしたよ、本当にはいでもあれ、フロムフリークついてないからなんか祐樹じゃないっぽかったですよということやあのフロムフリークはつけねえあれの関係上ね、うん、あれねいろんな関係上つけれなかったんですよねでもなんかジャケ写もなんかちょっと寄りすぎて顔半分ぐらいで本当に勇気かなでもちょっと90年間っぽい出とったろ R&B のジャケ感確かに R&B ジャケ感あの感じねあの感じの、うん、メアリー・ジェイ・ブライズのリアルラブそうそうそう色合いめちゃめちゃ意識しました、まあ、確かに、うんということで、はいうん、ぜひ皆さん聞いてください、はいはい、お願いします、お願いします引き続き皆さんからのメッセージもお待ちしております、はい、今日みたいにフリークの質問や身近な話題などお送りくださいはい皆さんからのメッセージ宛先はファックスの方 0952-25-5650 メールの方は radio@nbc-saga.jp、レディオの綴りは RADIO RADIO です NBC ラジオ佐賀のウェブサイト内応募フォームの方はレディオフリーク係までお送りくださいはい、また我々フリークは、随時オフィシャルウェブサイトで情報も更新しておりますし、はい、あとツイッター、インスタグラム、そして最近は YouTube などに、はい歌動画も上げてますので、はい、こちらの方もぜひチェックしてください。お願いします。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。以上、フリークでした。